部での週間高速道路25号線。週間高速道路25号線とは、アメリカ合衆国西部の週間高速道路である。奇数番号が指し示す通り基本的に南北に走る高速道路である。ニューメキシコ州ラスクルーセスで、週間高速道路10号線から分岐して、ワイオミング州バッファローで、週間高速道路90号線に合流する。ワイオミング州、 コロラド州、および、ニューメキシコ州の南北に通る主要な高速道路で、ワイオミング州キャスパー、シャイアン、コロラド州フォートコリンズ、デンバー、コロラドスプリングス、プエブロ、ニューメキシコ州サンタフェ、アルバカーキ、ソコロ、および、ラスクルーセスを通過する。都市回路は、コロラド州および、ニューメキシコ州で多少形成されているが、週間高速道路5号線。 週間高速度道路75号線及び、週間高速道路95号線のように長く、広くは形成されていない。コロラド州では、ロッキー山脈のフロントレンジ東側を通過しており、近年大規模な改築をしており、デンバーでは、t ックスコロラドスプリングスでは、コズミックスと呼ばれている。元来不適切に設計、建築されたことや、デンバー、コロラドスプリングス、 および、アルバカーキのような都市部が50年代、60年代に予想したよりも早く、人口が3倍、4倍になったため、これらの計画とニューメキシコ州でのその他の計画が必要になった。T、レックスプロジェクトの主要な工事は2006年8月22日に終わった。コズミックスプロジェクトは2007年12月に完成した。いくつかの他の小さな改良計画が、 コロラド州とニューメキシコ州にて依然として進行中である。起点はラスクルーセスの週間高速道路1 5号線144番インターチェンジである。直ちに国道7 5線のためのものを含めて3つの出口が都市へのアクセスする。これを過ぎた後、アルバカーキまでの街道沿いには主要都市はない。途中のトゥルーソはコンシクエンシーズに達すると、 エレファントビュートリサーバ州立公園と並行する。アルバカアーキに近づくと国道380号線と国道60号線が重複する。より近づいてロスルナスで以前の国道66号線であるニューメキシコ州道6号と交わる。アルバカアーキに入ると週間高速道路40号線との大規模なインターチェンジとともに市街への出口が頻繁にある。 ビッグ・アイと名付けられた、週刊高速道路40号線とのインターチェンジは、2002年の都市高速道路デザインの優秀さのために、米国運輸省と連邦高速道路管理局によって、船外加策を与えられた。アルバカーキを過ぎると、震度を東西方向を変え、サンタフェに至る。その震度方向は、ラスベガス付近まで続きそれ、以後通常の南北方向に戻る。 このように路線は布設され、ニューメキシコ州を去り、コロラド州に入る。州内の大きな都市で東路線は、様々なニックネームが付けられている。デンバー市では、バレーハイウェイ、エルパソ軍では、ロナルド・レーガン・ハイウェイ、そして、プエブロ市では、ジョン・カイ・ケネディ・ハイウェイと呼ばれている。トリニダード市の南2 3トルの地点で、コロラド州に入り、 コロラド州を 480km に及ぶ南北に縦断する主要なルートである。高速道路は、シャイアンの南約 13km の地点で、コロラド州北境を抜ける。デンバー、コロラドスプリングズ、プエブロ、ホートコリンズ、および、グリーリーなどのロッキー山脈の東にある、コロラド州のすべての主要な都市を通過する。北から南までのコロラド州のほとんどの場所で、 ロッキー山脈がはっきりと見える。沿線にはバックリー空軍基地、ノラドシャイアニ山本部、ホートカーソン、ピーターソン空軍基地、空軍主管学校、及びフランシス・イン・ウォレン空軍基地など重要な軍事施設がある。州都シャイアンの南 13km の地点でワイオミング州に入る。シャイアン通過後、震度は北に続き多くの高原と線路を通過し、 ダグラスに至る。通常、非常に長い列車がこのハイウェイのそばで、ゆっくりと動いているのを見ることができる。ダグラス付近で、キャスパーに向けた小進路を西に曲げる。キャスパーを通過したら、進路を北に海馬フファローまで一週間高速道路95号線とのインターチェンジで道路線は終わる。そして、週間高速道路95号線は、モンタナ州まで続いている。 ニューメキシコ州のロメロビルとロスルナストの区間は元国道66号線の旧道の線形を忠実に受け継いでいる。AB ルートログファインダーリストインターステートシステムテーブル1フェデラルハイウェイアドミニストレーション2010年3月8日閲覧インターステート2 5 i n t e r s t a t e g u i d e c o m インターステートガイド2010年3月8日閲覧コズミックスプロジェクトホームページ2010年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年3月8日閲覧 i-25i-40 システム2システムインターチェンジエクセレンスインハイウェイデザインフェデラルハイウェイアドミニストレーション2010年3月8日閲覧 ありがとうございます。